皆さんこんにちは、竹内涼真です。横浜流星です。僕ら2人が今年の集英社文庫夏一のイメージキャラクターを担当させてもらうことになりました。さて、お疲れ様でした。お疲れ様です。楽しかったですね。楽しかったっていうか、ちょっと猫可愛かったね。めちゃくちゃ可愛かった。なんだっけ、大福。名前大福いや、なんかあんなお利口さんな猫俺初めて見たな。確かにすげえ甘えん坊でした。甘えん坊だったね、うん。いや、今回夏一ですよ。はい、夏一のイメージあります。夏一あのね、俺イメージあんのよ。あ、なんですか。なんか、はい、女優さんがよくポスターに載ってて、はい、あ、今年はこの人なんだっていう思い出があるの。じゃあ男2人ってのは珍しいんですか。あれ、男2人はあります。ないって。お、初。いいね、うん、いや嬉しいですね。ちょっと盛り上がるんじゃないかな、うん。早速ですが、はい、流星くんおすすめの夏一本はありますか。これはまあ、もちろん、はい、アキラとアキラです。そうですね、はい。これはですね、あの僕ら2人が出演した映画のアキラとアキラの原作にもなってるんですけど、まあ、劇中でよくこう、あの頭取とかが、はい、会社に金を貸すのではなく人に貸す、うん、これは多分池井戸さんが多分こだわってる、ね、うん、一番大事なこうワードなんだと思うんだけど、本当にかっこいいし、なんか台本読んでてもすごく気持ちが熱くなったし、うんうんうん、なんかこう高揚感を得られるんじゃないかなっていうのを感じてたので。もちろんちょっとセリフはね、硬くて難しいセリフばっかりなんですけど、はい、社会人、まあ、1年目なのか5年目なのか、まあ、10年経った人なのか分かんないけど、なんかそういう人たちをすごく応援するような、うん、なんか映画になったのかなっていう感覚がちょっとありますけどね。じゃあ次は竹内くんのおすすめの夏一本を、はい、そうですね、はい。まあ、池井戸さんつながりだと陸王かな。まあ、陸王はね、はい、まあ、ない時には老舗の旅屋さんが社運をかけてシューズを作って、はい、でそこを潰そうとするライバル会社がいたりとか、はい、まあ、僕はランナーとしてやってたんだけど、いや、めちゃくちゃ走ってましたね。大変だったな。あれだって今と全然体格も違いますもん。違うね、まあ、ドラマをやってこうやって演じてるけど、うん、多分僕らの仕事じゃないこう社会で働く人っていうのはすごく多分池井戸さんの作品は刺さるんだと思うんだよね、うん、多分すごく。いや、でも本当に池井戸さんいい作品いっぱい書いてるんだな。ですよね、僕らが紹介した本以外にも夏一には素敵な本がまだたくさんありますので、ぜひぜひ探してみてください。夏一、夏の一冊、集英社文庫。